イスラム文化は気化学文様で溢れています。モスクにマドラサ・宗教学校宮殿や各家庭でも目にすることでしょう。この伝統は8世紀イスラム史の初期に始まりました。職人が先のローマやペルシア文化のモチーフを取り入れて新たな視覚表現へと発展させた時代です。まさにイスラム文化の黄金時代でした。この時期は 戦士文明からの数多くの偉業が残されていてそれを消化させることで科学学や数学の基本的な発展がもたたらされましたそれに加えて高度な芸術的抽象化が進みイスラム芸術の複雑な幾何学と合わさってカーペットやテキスタイルを飾る花のモチーフから永遠に続くかのようなパターンのタイル装飾に至るまで無限の秩序という衣服と珍疫を生み出しました。 このように非常に複雑なデザインですが実は円を描くためのコンパスとその中に線を引く定規だけで作成できますこんなシンプルな道具で万華鏡のような多様なパターンが生まれるのですどうやって作成するのでしょうかまず円を描くことから始めますそしてそれを何等分するかを考えますほとんどのパターンでは円を4等分か5等分あるいは6等分します 当分されたところから特徴あるパターンが生まれますパターンが4回対象に基づくか5回対象か6回対象に基づくか見分ける簡単な方法がありますほとんどが花びらの形に囲まれた星型になります星型が持つ腕の数やその周りの花びらの数を数えればどのカテゴリーなのかがわかります6本の腕を持つ星または6枚の花びらに囲まれていれば6回対象カテゴリーです 8枚の花びらだったら4回対象カテゴリーという具合です。このデザインには他にも秘密の構成要素があります。グリッドです。目には見えなくともどのパターンにも欠かせないものでこのグリッドで作業前に大きさを決めパターンを正確に保つことで素晴らしい新たなパターンを生み出すのです。これらの要素がうまく組み合わさっていく例を見てみましょう。 まず正方形に収まる円を8等分します。そして交差する線を一組引いて、別の2つの線と交差させます。この線は作図線と呼ばれ、この部分を1セット選択することで、基礎となる連続パターンを作成します。一組の作図線から異なる形を選ぶことで、様々なデザインが可能です。一つのタイルを何度も繰り返していく、 平面充填という過程を経て、最終的な姿が現れます。次の作図線のセットを選択すれば、別のパターンが現れ、こんなパターンにもなります。いわば可能性は無限なのです。6回対象パターンを作成する場合も同じです。作図線を引いて円を6等分し、平面充填を行うとこのような姿になります。 こちらは別の六回対象パターンで何世紀にもわたりマラケシュ・アグラ・コンやアルハンブラといったイスラム世界で見ることができます四回対象パターンは正方形格子に六回対象パターンは六角形格子になりますしかし五回対象パターンは平面充填が難しいのです五角形はきれいに敷き詰めることはできないため 五角形のパターンを作成するだけではなく他の図形を加えることで繰り返していくのですその結果パターンは非常に複雑でありながら作成するのは比較的優しいのです平面重点はシンプルな幾何学模様だけではなくマウリッツエッシアの作品のようなものも見られます伝統的に幾何学模様を扱うイスラムのデザインでは魚や顔といったモチーフを用いることはありませんが 複雑なパターンを生み出すのに、さまざまな形状が使用されます。千年を超える伝統で、気化学の基礎を巧みに使い、複雑ながらも装飾的で目を楽しませる作品を生み出しました。職人たちは、芸術的な触感、想像力や献身、情熱と素晴らしいコンパスと定規でその可能性を示したのです。数学と視覚芸術は密接に関係しています。 バンゴホの星月を例に見てみましょう。この絵は実際には数学の最も長い謎を描いています。なんだかわかりますかこの動画でご紹介します。